こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね 0.75 拍ってタイムモジュレーションも佳境に近づいてまいりました。この辺一番難しいんですけど、これは、0.75 拍っていうことは16分音符3つ分になります。 3つずつね。これスネアのアクセント移動もよくやるじゃないですか。このタンタンタンツタンタンっていうのでこれは3拍そのまま引き伸ばしていって1,2,3,4,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 
らはこのまま、四分音符刻んだまま、ライドシンバルをやってみます。はい、そしたら今度2番ですね。2番はどうなってるかって言ったら、これは普通のリズム、あ、これちょっと変わっちゃってるけど、ここは普通のシンバルレガートで考えてもらって、そしたらここはタンタウタタンウタンタ、ここのリズムに対してシンバルレガートみたいに聞こえるように、タンタウタタンウタンタタンタウタタンウタンタってやると、タウタタン、これが上に乗っかってるように聞こえるってことね。タンタウタタンウタンタタンタウタタンウタンタタンタウタタンウタンタタンタウタタン、これをブルースの途中で演奏時でこういう風に急に切り替えてみます。ここでこうキープできるかどうかやってみてください。はい、3番ですね。3番は今度はバスドラムもついていきたい。要すると手はこの2番の手をやりながら、足はここの1番のこの、はい、シンバルでやってたところをバスドラに持っていくと足がついていくのね。だから足がタンタウタンウタンタンタウタンウタンタンタウタンウタン、この6拍を繰り返します。タンタウタンウタン、ここはハイハットかと一緒から始めて、タンタチッタンツッタンチャッタウッタンチッタン、これを繰り返してるだけです。この6拍がずっとこう繰り返されて2回分ありますね。タンタウタタンウタンタタンタウタタンウタンタタンという風に動かしてるのね。でこのハイハットは4側に残ってます。トンとチットンツトントンとチットンツトンうんっていう風に残ったままやってるので、まだハイハットは4拍数数えながら、完全にこのこれは 0.75 拍で動いていくっていうのを聞いてみてください。
もうこの後はもうこうハイハットもシンバルレガート側についてタンタウタタウタタタタウタタウタタタタウタタウタタタタウタタウタタ頭の中でタンタこの休符のとこでちゃんと四分音符の頭をちゃんと感じて、これを乗っけるっていうのをやってみます。5番ですね。5番に関してはこのつくパクつくここコンガのパターン。つ。これがタンパウタタンウポンポパーパウタタウポンポンっていうのが聞こえてくるようになってます。はい、これですね。これをやってみましょう。ということでした。こういうのをタイムモジュレーションと言います。タイムモジュレーションシリーズは2拍3連から始まって1拍半やって、これ 0.75 拍です。なのでこういう四分音符なんだけど、なんか長さの違う拍子が出てきたみたいに思わせる。で、大事なのはベースは関係なく進んでいて、ジャズっていうのはそうなんですけど、お互いが自立しているっていうこと。 0.75 拍だとなんで2小節目から始めてるかというと、ちょうどこの3小節やると頭に戻るから。だから3小節前からあそこに向かって 0.75 拍で進むとかっていう風に考えるんですね。まあ、フィルインで帳尻合わせたりするので別にどこから始めてもいいんだけど、こういうここでストンってちょうど戻って、なんか普通のシンバルレガートのスピードが変わったみたいに聞こえるっていう風にするのが、まあ面白いかなって。これ面白いと思う人と面白くないと思う人がいると思うんで、まあ別に全然面白く思わなかったらやらなくていいんですけど、僕はこういうの好きなので全部整理してやってます。こういうのは、まあ、マイルス・デイビス・クインテットなんかでもすごくたくさん使われていますね。で、ウィントン・マルサリスさんのバンドでものすごくこういうのを整理されて、数学的に整理されて、多分マイルスのバンドはなんとなく感覚でみんな、もちろんこの一拍 0.75 拍って考えてるんだけど、音楽の感覚でやってるんだけど、ウィントンさんとかはもうアレンジでこういうのをバンバン使っていくっていう感じですね。で、現代系はこういういわゆるタイムモジュレーションという切り替えが非常に多いので、こういったものを練習しておくと、誰かがやって要は理解しておかないと、ドラムがやり始めたらベースとかピアノがゴタゴタになってしまうとか、その逆もありでですね。なのでやっぱりそういうこう相手のことをちゃんと理解しながら、横目で「あ、変なことやってるわ」と思いながらも、ちゃんと自分が自立していけるかっていう練習なので、すごい四分音符がどんどん強くなっていくというか、必ずここに拍があるっていうのが分かっていくので、タイム感の要請にもなるので、ぜひこういう練習をしてみていただけたらと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。